はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックでございます。本日はですね、2022年の6月5日日曜日でございます。今日は今からですね、大好評のエントランス、朝何時頃に並べばいいのかっていう動画を撮っていきたいと思います。5月中はね、閑散期なのでめっちゃ空いてるんですけれども、6月になるとですね、少しずつ混んできますので、ぜひね、本日の最新の情報になりますので参考にしていただければと思います。それではですね、早速ディズニーシーのエントランスの方に行きましょう。はい、東京ディズニーシーのエントランス到着しました。今7時20分ちょうどです。7時21分です。ノース側のエントランスです。全然空いてますね。もうここら辺なんてもうガラガラですね。まあ、今から少しずつリゾラとかですね、あと駅側から来る方も増えてくるとは思うんですけれども、今のところはもう全然余裕で並べますね。もう今並んじゃえば5分以内にはパークの中入れると思います。まだここですね、全然です。しかもまだ持ち物検査もオープンしてない状態でこれしか並んでないので、超余裕ですね。今日は日曜日なのでこれでも混んでる方なんですけれども、非常に空いてると思います。平日はまだまだ閑散期ですね。まあ、でも少しずつは混んでるんですけどね。あとソアリンとかに関しては100分ぐらい行っちゃうので、アトラクション的にはね、やっぱ人気アトラクションは結構混みますね。それだけコロナの影響も落ち着いてきて遠方の方が増えてきたんだと思います。でも最近ソアリンはですね、プレミアアクセスっていうのが導入されたので、まあお金はかかるんですけれども、まあそれ購入すれば少しね、早く並ぶことができるわけですね。今ここの前から数えたんですけれども、だいたい20列目ぐらいですね。まだ半分にも行ってないです。7時25分、まだ運転間隔8分ですね。リゾートライン、まだ利用している方がね、それだけ少ないってことだと思います。まだそんなにね、降りる方もいなかったです。でも今日はこれでも結構混んでる方だと思うんですよね。あの6月に入って初めての一応日曜日ということで、グランドオープングッズが販売されて初の日曜にもなるわけですね。なので土日しか来れない方はおそらくグッズをメインでね、来る方もいると思いますので、オタもね、そこそこいると思うんですよね。サウス側にやってきました。立体駐車場の1階が車止まってますね。ということは駐車場まで行くってことはもうないのかもしれません。もう昔はね、駐車場に、ね、列が行っちゃって3列ぐらいできてましたけれども、まあ、ソーシャルディスタンスのマークがなくなって、もう詰め詰めでね、並んでもいいことになってますので、まあ、その影響か、もうそこまで行くことはそれ以降ないですね。サウスです。サウスも同じぐらいかな、だいたい。今のところノースもサウスも差はほぼないですね。でもこの後一気に差ついてきますので、やっぱね、電車使ってる方の方が多いとかね、あとリゾートライン使ってる方が多いとか、まあ、そういうのも分かってきますので、今のところは一緒に見えますけれども、この後はだいぶ差ついてきます。7時25分現在の東京ディズニーシーサウス側です。ちょうどここの建物のまとなりぐらいですね。もう今並んじゃえば10分ぐらいかな、パークの中入るのに。今現在のリゾラこんな感じです。ちょっと混み始めましたかね。7時33分ぐらいです。運転間隔が4分になりました。で少しずつですね、混んできた証拠ですね。でこの後はリゾートラインとかも結構混んでくると思いますし、もう4分間隔ですからね、もうそれだけゲストが降りる人数増えたということで、パークのエントランスもかなり混んでくると思います。だいぶ降りる方増えました。でもまだギリギリ座れるぐらいですね。8時35分です。ちょうど真ん中ぐらいかな、まだ余裕。今7時50分です。パークがオープンする25分前ですね。
こちらサウス側です。さっきよりは混みましたね。でもまだ持ち物検査オープンしてませんし、ほんの数列伸びたぐらいですね。真ん中より少し超えたぐらいです。持ち物検査が進めばね、もう少し前になります。まだ余裕ですね。7時53分です。ノース側です。こっちの方が混んでますね。こっちは結構柵ギリギリまで来てます。今の時間はこっち側よりあっちのサウス側に並んだ方がいいですね。8時7分です。サウス側8時11分です、今日は8時15分にオープンのようです。で、持ち物検査は7時55分に開始されたみたいですね。だいぶノースとサウス側で差がついてますね。今リゾートラインから見ましたけれども、向こうのサウス側めっちゃ空いてましたけど、こっち超混んでますね。向こうのサウス側まだ半分ぐらいでしたけど、こっちは柵ギリギリです。こっち並んだらかなり時間かかりますね。サウス側に行くことをお勧めします。だいぶ時間かかると思います。インパスル明らかにこっちの方が混んではいますけれども、でも U ターンするほどでもないですしね。駐車場までには全然行かないぐらいです。平日より今若干混んでるかなぐらいですかね。一応日曜日ですけど、今日も3万人は行ってないかもしれないですね。2万8000ぐらいかな。やっぱり向こうの方が明らか混んでるので、リゾートラインのキャストさんが全員向こうのサウス側に向かわしてますね。こっち側ガラガラですけど、向こうめっちゃ混んでます。これでだいぶ向こう側も混んでくるかな。この後はリゾートラインで降りた方がみんなこっち来てますので、この辺は結構ねすごい人数ですね。でちょうど今8時15分でパークがオープンしました。ちょうどオープン時間ですが、こっちはどんな感じかな。サウス側リゾラの分全部こっちに来てもまだ空いてますね。こちらの方がギリギリですけど、でもこの後はもしかしたらもうパークオープンしてますので、こっちの方が混んでくるかもしれないですね。あとはリゾラにかかってると思います。8時17分です。パークがオープンして2分経ちました。まだこっちの方案内してますね、キャストさんは。この人数こっちに来てますから、あと10分ぐらいしたらこっちの方が混むかもしれないですね。サウス側の方が。8時20分です。やっぱこっちの方が空いてますね。今8時45分です。パークがオープンして30分経ちました。もう最後尾は半分ぐらいになりましたね。もうオープンして30分経ちましたので、だいぶ空いてきました。今からだったら10分から15分ぐらいでパークの中には入れると思います。ノース側です。今最後尾ここです。午後9時まで開園いたしております。8時50分のサウス側です。こちらももう半分ぐらいになりましたね。ノース側もサウス側もだいたい同じぐらいです。もう今から入ればだいたい15分以内ぐらいにはパークの中入れると思います。ただおそらく今から入ってももうシャイニングウィズユーは間に合わないんじゃないでしょうかね。9時20分です。パークがオープンして1時間8分ぐらいですね。もう全然誰も並んでません。あっという間にパークの中入れますね。9時20分ノース側です。こっちももうガラガラです。
1時間経てば全然余裕ですね。はい、ということで6月5日日曜日のですね、東京ディズニーシーのエントランスの状況でした。今日は日曜日ですからね、そこそこ混んでますけれども、平日だったらねまだ半分ぐらいですね。なのでとりあえずまだ閑散期ではあるんですけれども、まあ、後半になるとね結構混んできて、でも7月にはね夏休み入っちゃいますからね、もう一気に激混みっていう感じになりますので、またねその時になったらご紹介動画出しますからね、お楽しみに待っててください。であと今日はですね、東京ディズニーランドの方も同時進行で見てますので、もしランドの方も気になる方はですね、そちらの映像をご覧いただければと思います。はい、それではですね、今日はこれで終わりにしましょう。もしこの動画参考になったなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。